皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の7回目、今回は分数を含む方程式の解き方、これについてお話しします。前半では方程式の解き方を詳しく説明し、後半では練習問題を2問解いてみます。分数を含む方程式は分母を見て、その分母の最小公倍数、これを両辺にかけて分数ではない形にして方程式を解きます。例を使って説明していきますね。6分の 1x プラス1イコール4分の x プラス5、この分母の最小公倍数、これを両辺にかけるんですけれど、分母で見ると6と4ですね。6と4の最小公倍数は12ですから、12を両辺にかけます。括弧6分の 1x プラス1括弧閉じかける12と、4分の x プラス5かける12、こうなります。こちらが約分できるので約分しちゃっておきます。分配法則で括弧を外します。6分の 1x かける12足す1かける12イコール括弧、この括弧忘れないでくださいね。 x プラス5括弧閉じかける3となります。これを計算すると 2x 足す12イコール、こちらも分配法則で括弧を外します。x かける3で 3x で、5かける3で5、3、15となります。次に移行します。 x がついているものは左辺、数字は右辺、こうなりますね。 2x-3x イコール 15-12 と、これを計算するとマイナス x は3となります。で、解を求めるんですけれど、ここで終わっちゃう人時々いるんです。気をつけてください。 x の前にマイナスがついていますよね。このマイナスがついている状態では解にはなりません。必ずマイナスを取って x イコールの形にしましょう。このマイナスを取るためにはマイナス1をかける、またはマイナス1で割るという操作をします。ここではマイナス1をかけます。マイナス1をかけると x イコールマイナス3となって、この方程式の解はマイナス3と計算できました。もう一度整理しておくと、まず分数を見て分数の分母、この最小公倍数を両辺にかけます。そして計算して係数を整数に直すと、それから移行します。x は左辺、数字は右辺、そしてまとめて最後に解を求めると、こうなります。では練習問題に移ります。練習括弧1、2分の 1x 足す3イコール5分の x、 分母を見ると2と5ですよね。2と5の最小公倍数は10ですから、両辺に10をかけます。括弧2分の 1x プラス3括弧閉じかける10とイコール5分の x かける10となりますね。こちら約分しちゃっておきます。10は2になります。分配法則で括弧を外します。2分の 1x かける10足す3かける10イコール 2x になりますね。計算すると 5x 足す30イコール 2x となって、これ移行します。 5x-2x イコールマイナス30となります。3x はマイナス30、
両辺を3で割ると x イコールマイナス10、これがカッコ1の答えです。これマイナス10が答えですね。ではカッコ2です。2分の x マイナス1イコール3分の x プラス1です。分母は2と3です。2と3の最小公倍数は6なので両辺に6をかけます。2分の x マイナス1かける6イコール3分の x プラス1かける6となりますね。もちろんここで約分しちゃいますね。2が1、6が3になって3が1、6が2になりました。これは3括弧 x マイナス1、これね括弧 x マイナス1かける3と書いても構いません、イコール2括弧 x プラス1。分配法則で括弧を外すと 3x マイナス3イコール 2x プラス2、移項します。3x マイナス 2x イコール2足す3と、 3x 引く 2x は x ですから x イコール5。括弧2の方程式の解 x イコール5ということですね。今回は分数を含む方程式の解き方、分母を見て分母の最小公倍数を両辺にかけて分数ではない形にして解いていくと、このことを今日は覚えてください。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。